あさです。皆さん、明けましておめでとうございます。ね、プレミア is back! というわけで、俺たちのプレミアがついに帰ってまいりました。でね、帰ってきたのはプレミアだけじゃないんですよ。今期からついにですね、スタジアムにサポーターが帰還します。もう1年半ぐらいですか。フルマンのあの、燃えるような熱い展開が、観客の後押しが見ることができますと。で、イギリス自体はまだね、日に1日の感染者数が3万前後行ったり来たりしてるんですけど、それでもやりますっていう。その心意気。その心意気ですよ。そういう意味でも、文字通りのプレミア is back というわけです。はい。そんな記念すべきアーセナルの開幕戦は、ブレントフォード。ね。で、ブレントフォードつっても、今季昇格組、初昇格ですから、まだ耳慣れないチームだと思いますんで、まあ、ざっくりちょっとご紹介させていただきますと、ブレントフォードはロンドンの南西部に位置する、まあ、ちっちゃいクラブなんですよね。で、ロンドン来られたことがある方はご存知かもしれないですが、あの南西部にですね、キューガーデンっていうのがあるんですよね。キューガーデンっていうロンドンの一番の、植物園、キューガーデンってあるんですけど、そこの目の前にあるクラブです。ちなみにキューガーデンの入場料は 17.5 ポンドなので、僕が一度も入場したことはありません。はい。これ言っておきます。で、今季初昇格ということで、どうやら74年ぶりの昇格らしいです。74年ですよ。だから74年っつったらもう、74年前に生まれた人が74歳ってことですからね、これ。大変な年数ですよ、これ。そして、ブレントフォードはですね、プレミアでは50クラブ目、ロンドンでは10クラブ目となるプレミア昇格のクラブとなります。だからなんだ、アーセナル、チェルシー、ウエストハム、QPR、チャールトン、ミルボールあんの？ミルボールあったっけ？クリスタルパレスでしょ？何？どこあんの？あとフラム。あとどこ？あと3つどこ？レイトンオリエントとミルボール違うと思うんだよな。チャールトン行ったよね。まあまあ、とにかく10個目のクラブみたいです。はい。そして、ブレントフォードのマスコット。マスコットは B、ザ・ B、蜂ですね。ザ・ B なので、ホーネットとか、ワスプスとかじゃなくて、ザ・ B、蜜蜂、まあ若干弱めの蜂ってことで、はい。お見せおきください。でね、歌手のロッド・スチュアートさんが10代の頃プレイしていたクラブということでも、まあ、有名です。ロッド・スチュアートさんといえば日本でもおなじみですよね。あの、スバル・レガシーの CM ですよ。スバル・レガシー。アンティーパフェーラベルアーってやつ。ね。あれでおなじみの人、ロッド・スチュアートさんが10代の頃プレイしていたと。なので、今、コンサートで、ロッド・スチュアートさんがコンサートで、まあ、ライブ中に、なんか、最後に、サッカーボールを蹴り込むパフォーマンスがあるらしいんですけど、おそらくそこから来てると思います。あの人、サッカーうまいんですけど。はい。レガシー、マイファースト。僕は乗ったことないけど。まあ、ざっくりアーセナルの状況も紹介しておきますと、まさかシーズン8。8位フィニッシュと。というわけで、今季、EL も CL も、何 L も何もないんで、過酷すぎる欧州大会参戦というリスクがないので、ついに優勝狙えるシチュエーションになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ね、そんなわけで、ブレントフォードのホームで行われた開幕戦なんですけれども、試合前にも大混乱ですよ。記念すべきこの開幕前にアーセナルは大混乱です。キャプテン、オーバメアンとラカゼットが揃って病欠っていうね。これいつから決まってたのかわかんないですけど、急遽病欠だったのか、ただ練習の時にラカとオーバーいたような気がするんだよな。もしこれ急遽だったらこれ大変なことですけど、それに代わって入ったのがバロ軍とマルティネンリ、この若手2人です。で、まあアーセナルってクラブは一軍の選手が怪我とか病欠した時にそこに若手が入って覚醒するっていう実によくできたクラブなので、今回まあいわゆる2人の覚醒記念日なるのかなって思ってたんですけど、なかなかね、なかなかこの開幕戦、しかもフルマンのスタジアムっていうこともあってか、まあ緊張したのかな。まあ割と空気感漂う感じになってましたね。残念ながら。
ただね、これはね、これに関してはもうしょうがないですよ。だって、もしかしたらもう直前に言われたのかもしれないし。そして、まあ、バログに関しては、プレーシーズン、それほど実はプレーはしてないんですよね。まあ、途中交代で入ったりしてましたけど、ポツンポツンでね、入ったりしてましたけど、それほどがっつりプレーしてない。っていうのと、マルティネンリに関しては、この夏、あの、酷暑の東京で、ブラジル代表として、2週間ですよ。2週間そこに隔離というか、もうそこに拘束されてたわけですから、その後に12時間のフライトで、戻ってくるっていう。そしてまだ多分ね、2週間、戻ってきて2週間経ってないんですよ。ちょうどようやくコンディショニング上げてきたみたいな。本当に、チャリンコ超えてるみたいなぐらいの状況ですから。そこにポットで、はい、ドーン行ってきてください。はい、開幕戦、絶対勝ってきてください。っていうのはなかなか酷ですよ、このミッションは。ね。という意味で僕はね、坂来んのかなと思ってたんですけど、ちょっとすいませんね、ゴーって音してますけど、これ、シャワーがね、出ておりまして、ここにボイラーがあるんでね。ゴーって言おうとしてますけど、すいません、気にしないでください。そういうわけで、まあ、そんな中22分、なんか向こうのやっぱりキーパーからのビルドアップっていうのがね、素晴らしくて、22分、ブレントフォードキーパーからのロングパス、それがもう前線まで来て、あとは最後ニアぶち抜きドーンってやられて、これが何セルジ・カノスって人にニアぶち抜きドーンやられて、まあ、ブレントフォード先制と。そしてまあ、ブレントフォードのフォーム、ブレントフォードスタジアムかなんか知らんけど、そういうスタジアムのドッカーンと来たねと。それは来るよね、来るよ。74年ぶりのプレミア昇格で、それはドッカーンしますよ。それはドッカーンする。そして後半、クリスティアン・ノアっていう人が、まあ、頭でドーン入れて 2-0 というわけです。まあ、その時ね、レノがこうがっつりホールドされてたんですけど、まあそれはね、まあそういうルールでやってますから、我々そういうルールで3秒反則ルール OK のルールでやってますから、もうしょうがないと。これは受け入れ、アクセプトするしかないということで、3秒まで反則 OK ですから、ここはね、ここはそういう舞台です。はい。でね、まあ逆に一方のアーセナルっていうのはチャンスらしいチャンスもなく、残念ながら基本的には左サイド、まあテスコ中心に動きがあって、テスコのクロスに誰か合わせていくっていうような状況で、プラスしてスミスロー異次元っていう状況だったんですけど、スミスロー一人じゃ何もやっぱりね、スミスロー一人では難しいですよ。あと向こうの守備がもう半端ないよ。攻め全力で守備全力やられたら、それはもうなかなか手出しできないっていう状況で、やっぱね、その怖いもんがね、守るもんがねえっていうクラブは強いっていうのが、もううちアーセナルって守るもんしかねえわけですから、今ね状況で、まあなかなかもうそこでね、心折れちゃったなと。2点取られた時点でもう心ポッキリ折れちゃったなと。後半サカ入ってきて、まあスタディングオベーションでね、サカ入ってきましたけど、それは本当にありがとうございます。ブレントフォードの人、素晴らしい対応ありがとうございます。うん、なかなかちょっと厳しい展開でしたねと。もうマークがすごいんだわ。まあ本当にアーセナルっていうのはもう左一択で、それ以外はもう前線機能不全みたいな状況で、なかなかそのセンターバックのとこからもうマーク疲れて、なかなかその前に進めないみたいな、ビルドアップできないみたいな状況の中で、そこでスミスローがまあ自分で持って前前線上がってったりしてたんですけど、アーセナル得点決めきれない問題、そういうのが大きく響いたなっていう感じします。はい。で、後半これちょっと注目なのが、右サイドバックにタバレスっていう、この奇策うちいいですか、落ち着いてきてくださいよ、皆さん。落ち着いてきてください。アーセナルっていうのは、右サイドバックには、ベジェリン、セド、ナイルズっていう3人の本職がいるわけですよ。それを差し置いて、本職が左サイドバックのタバレスが右サイドバックに入るっていう、そのトリッキーさ。ね、ここにかけたんだよね、アルテタは。ここにかけた。だ、まあ、もうさすがに左だけじゃちょっとあれかなっていう崩し。ね、そこの奇策にかけたんだけど、その謎の奇策も功を奏さずということで、はい、残念でございました。そして 2-0 クリーンシートで初昇格組ブレントフォードの蜂の人差しに敗れると、そういう状況でございます。はい。で、この初昇格組にプレミア組が敗れるっていうのは、どうやら実に45年ぶりの逆快挙ということのようです。はい、ぜひメモといてください。45年ぶり。はい。で、まとめますとですね、やっぱ弱小チームってプレミア勢と対戦するときっていうのは、やっぱね、なんやかんや時間稼ぎするんですよ。なんやかんや時間稼ぎする。でもプレントフォードの選手10分
もうラスト10分切って足つった選手いたけど、すぐ立ち上がったもんね。すぐ立ち上がった。そういうとこよ。俺はもうそこは評価した。それは評価しないといけない。まあ、敵ながらあっぱれですよ。そんでね、スタジアム雰囲気もめちゃめちゃ最高やったじゃないですか。そりゃそうですよ。74年ぶりのプレミア昇格なんだから。74年間待った人もいるわけですよ、多分ね。1歳の頃から。んで、あの辺で言うと、もうちょっと北行くと QPR、東へ行くとフラムとかチェルシーとかある中で、あえてブレントフォードを応援するっていう人たちが、その集合体ですよ。その集合体があのスタジアムにドーンって集結したわけですよ。そんな熱量ないわけないじゃない。めちゃめちゃいい熱量でしたよ。だからこじんまりしたスタジアムのメリットってそこなんですよね。すべてそこに熱量が集中するっていう、ピッチに集中するっていう。まあアーセナル、エミレーツとかもめちゃめちゃいいスタジアムなんだけど、大きすぎるがゆえに熱量が分散してしまうみたいなところがね、やっぱあるんだよな。だからハイバリーがいいっていう人たちが多いのもそういうとこなんですよ。3万5千人ぐらいのキャパのハイバリーが、やっぱりハイバリーが良かったっていうのは、まあそういうとこなんですよ。そして最後のやっぱりね、そういう中で、最後カメラ抜かれたこのおじさん、この札幌の おっさんの男泣きですよ。拍手しながら涙流すっていうあのおっさんの男泣き見ました。これこそ僕は何回も言うてますように、フットボール is my life。フットボールこそ我が人生っていう。これこそがイングランドに脈々と受け継がれているフットボール文化っていうことですよ。まあなんかね、僕はそれ見れただけでもよかったかなと。まあもちろん負けたのは開幕戦ね。負けたのは、まあ45年ぶりの逆快挙っていうのは、まああれやなって思ってますよ。思ってるけど、フットボールですよ。たかが玉蹴り。たかが玉蹴りで、しかも開幕戦まだ1試合しかしてないのよ。1試合しかしてなくてあの涙流せるって素晴らしいことだと思いませんかと。俺はそれを言いたい。ぶっちゃけだからそれを見れただけでも俺はよかったと。このやっぱりね、14年っていう僕も短い間ですよ。プレミアリーグっていうイングランドのフットボールどっぷり使ってまだ14年ですよ。まあ14年の沼でしかないんですけど、また新たな沼を見たなと思いました。これなんですよ。これ。フットボールっていうのは続いていくんです。負けても負けても負けても、でも10年後、20年後、あなたが死ぬまでこのアーセナルっていうクラブはあるんですよ。そういう話。なので僕はブレントフォードには、Welcome to Premier League。このイカれた時代へようこそっていう言葉を送りたいと思います。はい。タフボーイとかね、今年もね、プレミアは一人一人の夢を紡いでいくんです。そういう存在なんです。そして皆さんご存知のように、我らがアーセナルは、アマプラのドキュメンタリー、All or Nothing の撮影中でございまして、第一章で、突然の壁と、はい。でも皆さんね、よくよく考えてみてください。よくよく考えてみてください。どんなハリウッド映画でも、ね、どんなヒーローものでも、必ず最初は、カラータイマーは赤く光るんですよ。ね。赤く光るんです。いきなりスペシウム光線なんてつまんない、つまんない。でしょ?このね、得体の知れない怪獣にフルボッコされて、瀕死の重傷からのからのそういうことでございます。まあいろいろね、皆さんご意見あると思いますけれども、もはや僕は今季も楽しみでしかありませんと。プレミア帰ってきてくれてありがとうございます。スタジアムにサポーター帰ってきてくれてありがとうございますと。というわけで今季も僕は震えて眠るのです。そして皆さん、懲りずにこの物語に引き続きお付き合いいただければ幸いでございますと。はい。季節はホーム、チェルシー戦。そして僕はまた震えて眠ります。噛むかなす。さあでした。バイ。